はい、今回はね、筋トレについてちょっとお話ししようかと思うんですけども、これは前回の吉谷さんの動画にあったのび太くんの質問に非常にね共通するところなんですよ。で、私はね、ご存知のように労働から離れて今は割と穏やかに暮らしてます。ストレスを感じることもなくて、体を痛めることもなくって、非常にですね快適な環境です。でも残念ながら筋トレをしなければならない体になりました。これがどういうことかというとね、小さいことですけども、出勤されてる方いますよね。まあお車なのか電車なのか分かりませんけども、大体交通公共機関で、出勤されてる方が多いんではないかなと思います。特に都市部に人口集中してますからね。まあどちらにしてもバスを待つ間、駅に向かう間、それから駐車場に向かう間、これ全て自分の足で歩いてますよね。ね。で、必ず出勤っていうのがあります。皆さんには通学っていうのがあります。自らの足で歩く、自らの体を使う機会っていうのに結構ね、恵まれてると思うんですよ。あえて言いますけどね、あえて言いますけど恵まれてます。階段を今日登りました。登ったでしょ。エレベーターに乗ることもあると思いますけども、やっぱり自分の足で歩きますよね。そして立って待つってこともあります。お辞儀をすれば腰が曲がります。いろんな運動をしてるんですよ。私はその運動の一切がないんです。ということは肉体は衰えていくんですよ。だからわざわざ筋トレをしなければならなくなったんですよ、残念ながら、ね、それをしないと、この前健康診断の結果出ましたけども、みるみる体は劣化していきます。悪化していきます。とんでもないほど体は弱っていきます。自己修復機能も落ちていきます。そしてなんとなく動くのがもうすでに億劫になってくるんですよ。だから動かない、動かないから動けなくなるというふうに、のび太くんの宇宙人のようにこの短い人生、短い間でもなってしまうんですよね。いや、恐ろしいなと思いました。私はたまたま想像力が働いたので、体を動かして、そしてですね、自分の圧倒的に不利な健康状態になることを避けていってるのかなと思います。吉谷さんもね、油断すると糖尿病になるような暮らしですよ、それは。私も同じです。ですんで、これはね、出勤されてる方とか8時間立ち仕事をされてる方よりも弱りやすい体を今持っているんだなっていうふうな覚悟も必要なんじゃないかなと思うんですよ。だからね、便利になってサボることができるのばかりがいいことではないってことなんですよ。で、私が前回挙げた動画、失敗という正解ね、これ実はね、正解という失敗とも言えるんですよ。私は多くの方が羨むような暮らしを手に入れてますけども、果たしてこれでいいんだろうか。少なくとも健康面においては時間を使ってメンテナンスできる、そういうふうな余裕は生まれましたけども、わざわざそれをしなければならなくなったとも言えるんですよ。なぜなら私は通常出勤されている方が消費するカロリーや運動量に、私はね、何にもしなければ全く追いつくことができないんですよ。ですんで、サボればサボるほど、楽をすればするほど、そのダメージはやっぱり正直にこの体にかかってくるんだなと思いましたね。だからなんかね、お金持ちの人とか、それから億万長者の方って筋トレをしてるような図がよく浮かぶんですけども、まあそれにもつながるものがあるなと思いましたね。吉谷さん、やっぱりぶら下がり健康器使った方がいいんじゃないですかみたいなところにも来ますけどね。うん、正解という失敗、今日はそういうタイトルになりそうです。いってらっしゃい。